皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬3択クイズです。犬がおしっこをした後にしきりに土をかきむしる行動を見せるのはなぜでしょうか？ A、 自分のテリトリーを主張したいから。 B、 おしっこに土をかぶせたいから。 C、 自分がおしっこしたことを知らせたいから。答えは A の自分のテリトリーを主張したいからです。犬が自分のおしっこをした場所でしきりに土をかきむしる行動を見せることがありますが、これは肉球から出る汗を土につけることで自分のテリトリーを主張しているものと考えられています。以上で愛犬3択クイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。